ロぐらそんなにノエフレ多かったっけ？今そんなに多くない？まあ、なんかノエル、スバル先輩に夢中だからあんまりなんかノエフレのイメージないけどな。別になんかノエルのことを嫌いになったとか、ノエフレがなくなったとかそういうわけではないでしょ。いや気持ち、あのねそういうのはもうやってないあのノエフレのカップリングみたいなのあんまやってないですね。普通になんか仲いいですよっていう風にはしてるけど、あの夫婦みたいに見られてしまうとやりづらいでしょ。私と誰かが仲いいとノエルがメイスを持ってかけてくるぞみたいな、ノエルがやりづらくなっちゃうからさ。そう、別に夫婦ではないけどどっちかが嫉妬してるみたいな風になってしまうとやりづらいよねっていう。だからノエフレなくなったわけではないっていうね。普通にノエルとも仲いいし、ご飯も行くしっていう。全然ノエルと最近も会ったよ。だからね、あ、ノエフレなくなったんだとか、ノエフレギスってんだって思ったら、それはね、もうなんかね、私たちの策略に溺れている。あの、ノエフレをくっつきてーてーみたいな感じで終わらすのはもうやめようと思って、もったいないなと思って。普段のノエフレはもっといじり合ってるというか、おい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 みたいなさ、もっとドライな、やりとりとかしてたりとかしてて、ね、今のノエフレってぶっちゃけすごいリアルと近いというか同じ感じ。はいはい、スバル先輩ねみたいな。違うんだって、スバル先輩のね、ここが好きなんだけどみたいな。はい、分かった分かった分かったみたいなそうだねそうだね、スバル先輩かわいいねみたいな、そういうやりとりをしてるんだけど、そう、嫉妬とかではなく普通になんか、あ、スバル先輩すごい楽しいよね、好きだよねとかね、そういうやりとりはするけどはい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 って、私があのサンズの話してる時みたいな感じ。私がね、サンズがねって言った時のみんなみたいな感じ。そういう時みんな私にあのサンズに嫉妬しないでしょ。あ、出た出たみたいな、はい出た出たみたいな感じそう、いや、フレアが好きだよとかって言ったら、はいはい、でもその、あの携帯の中継スバル先輩だね全然いいよ、変えないで、そのままのノエルでいてみたいな、今まで通りのノエルでいて、そういう感じであの接してるわけよ。で、それを配信でもそういう風にしていけたらいいなって思ってはこの1年ずっとやってるわけなんだけど、結構近しくなってきたでしょ。なんか今までのノエフレっていうか、すごい1年以上前のノエフレはなんか割とノエル、テテみたいな、フレア、ノエルみたいな、なんかあーキモい、甘ーみたいな、うわーうわうわうわ甘ーみたいな感じだったじゃんあれから比べたら、なんか私がノエルに全然興味ないじゃんとか、なんか団長スバル先輩一択だからみたいな風になんか見えるかもしれんけど、逆にラフな感じになったと思う。お互い別に楽しいし嫌いになったわけじゃないけど、双方には趣味があって、その双方好きなものがあったりとかして、なんかそういうのをもっとなんかちょっとみんなにそういうの発信したりとかして、あのお互いもっとね、自分の好きなものとか夢中になってるものとかを知ってもらったりとかする、そういう関係になった方が深くなるし、なんかつながりも濃くなるなみたいな。話してないだけでなんか悩み事とか相談するしたりとかね、なんかこういうことがあったんだけどみたいなのとか、団長な、こういうことがあってなみたいなのとかをあの聞いたりとかもちろんして、ただみんなに話すような内容じゃないから言ってないってこととかもあるけどね。だから普通に仲はいいよ。そう、いじり合う関係みたいなそうそうそう、そういう感じ。